さあ後編をやっていきましょう。今回の後編は主に USS や C シャープを扱う流れになります。まずはマウスカーソルに反応するアニメーションを加えてみます。切り出した2つの USS のクラスがあります。そしてここにもそのクラスと同じものがテキストとして表示されています。この2つに加えちょっと特殊なセレクターを設定していきます。UI ツールキットでアニメーションを扱う方法はいくつかあるんですけれど、 最も手軽な方法は USS を使ったアニメーションです。ドットカードセミコロンホバーと打ち込みます。これはカードをホバーした状態つまりカードの上にカーソルが乗った状態を定義するものです。例えばスケールを1.1にしてみます。ここにあるプレビューボタンを有効にするとですねこんな感じで変化するのがわかりますよね。 パッと切り替えるんじゃなくて少しずつ変化させたいのであればですね、デュレーションを設定します。0.2にしておき、さらにイージングのカーブも設定しておきましょう。初速を早めにした方が良さそうなので、イーズアウトサークにしておきます。まあこの辺は好みで決めていいと思います。こんな感じですね。戻る時にも同様の設定を行うため、カードの方にも設定を行います。 とりあえず先ほどと同じ設定にしました。ちゃんと動いてますよね。続いては水色の線であるラインにもアニメーションを与えてみます。ただラインを動かすとしても、カーソルの有効範囲はあくまでカードであることに注意してください。そういったときはこのように記述します。ドットカードコロンホバードットラインですね。オンマウスで15ピクセルの横幅を100%に伸ばしたいと思います。 単位をパーセントに変更し100を入力しておきましょう。ピクセルとパーセントでは単位が違うわけなんですけれど、まあ、そこは気にしなくて大丈夫です。先ほど同様にデュレーションは0.2にしておきます。カーブはやはりイーズアウトサークにしておきます。Line を選び同様に戻るアニメーションも追加しておきます。一通りアニメーションが設定されました。なかなかいい感じになったんじゃないでしょうかね。 今回はホバーといういわゆるオンマウスを使った実装を行いましたが他にもこういったものが数度クラスとして存在します。ぜひ一度ドキュメントで確認してみてください。ではこの UI パーツを他の UXML から呼び出してみましょう。新しく UI ドキュメントを作りメインという名前にしておきます。そしてアサインした上でですねダブルクリックで開きます。 ウィンドウを目いっぱい広げたいので今回はここにチェックをします。こうすることでゲームビューと同じ大きさになります。今回はオブジェクトを真ん中に置きたいんですがその場合は空っぽのビジュアルエレメントが必要なんですよね。ドラッグドロップで配置して設定しておきましょう。カードの UXML はライブラリーのアセットから呼び出せます。ビジュアルエレメントの子供としてカードを3つ配置しておきます。 アラインから並並びびを横並びに変更しますアラインの点値は真ん中に設定しジャスティファイコンテンテントでは均等にに揃えるようにしますこのジャスティファイコンテ,ンテントはちょっと紛らわしいので解説しておきます。それぞれ左右に余白を作らないものがスペースビトゥインオブジェクトの間隔の半分だけ空いているのがスペースアラウンドそしてオブジェクトの間隔と左右の間隔を等しくするのがスペースイーブンリーです。 状況に合わせて使い分けてください。というわけでカード UXML をメイン UXML の上に置いてみたわけなんですけれど、カードの UI にボタンとしての機能を与えるのであればですね、もう一手間必要になります。具体的にはこの UXML を拡張した C シャープを用意してですね、それを配置するような形で実現します。ここからはプログラミングを含んだ話になります。 やるべきことはカードという名前のスクリプトの追加です。そしてこんな感じの記述を行います。注目すべき点はビジュアルエレメントを継承していることです。それから UXML ファクトリーを継承したクラス宣言があります。これは UI ビルダー上からこのクラスを呼び出すために必要なものです。コンストラクタの中で呼び出したい UXML のロードを行い、 インスタンシエイとして配置しています。このルートというのは UI ビルダーで作ったカードの背景の名前です。それを探すために Q というメソッドを使っていますが、これは検索して見つけた最初の要素を返すものです。そしてこの返ってきたものにクリックで呼び出すメソッドを追加し、とりあえずコンソールにクリックと表示させるという処理を行っています。実際に呼び出してみましょう。 先ほどはこちらからドラッグドロップして配置しましたが、今度はこっちからです。UI Toolkit Example A というのはスクリプトのネームスペースに当たります。クリックすればコンソールにクリックと表示されます。さて、最後のトピックはプロパティについてです。 カードを実際のゲームなどに使うとなるとですね、汎用的に使えるということが重要ですよね。なので名前や概要文をプロパティ化し、UI ビルダーから使える方法について解説します。この UI ツールキッドエグザンプル B に当たるのが改変したスクリプトです。一旦カードを削除してですね、こちらからドラッグドロップし直しておきます。 キャラクターネームとディスクリプション、そしてサムネイルという項目が追加されてますよね。ここに入力すればその内容が反映されるというふうなわけです。では、どこが変わったのかを見てみましょう。こちらが変更したものです。ハイライトした部分は新たに追加したものです。まずはサムネイル、タイトル、概要文にあたるものがフィールドとして宣言されています。 そしてコンストラクタの中で UI ビルダーで配置したサムネイルとかラベルを代入しています。このあたりはルートと同様に Q メソッドを使っています。そして UXML トレイツを継承したクラスの宣言を行っています。これがパラメータとして扱うために必要なものです。テキストについては UXML ストリングアトリビュートディスクリプションという方で、テクスチャについては UXML アセットアトリビュートディスクリプションという方で、 どちらも ui ビルダーから値を受け取っています中括弧の中のネームは ui ビルダー上での表示ラベルになりますここはすべて小文字かつハイフン区切りというのがルールなのですが unity エディター上では先頭が大文字かつスペース明けに変換されます表示について注意すべきルールが一つありますキャラクターネームとディスクリプションについてはプロパティが与えられていますよね これは一見すると未使用であり存在する必要がなさそうに見えますが UI ビルダー上でプロパティの現在の値を保持し続けるために必要になりますもしこれが存在しないと選択が外れた時などにテキストフィールドが空っぽになってしまうんです結果 UI ビルダーでの使い勝手がとても悪くなってしまいますプロパティとしてテキストが取得できる状況であれば回避できます それから、プロパティとネームは一致させる必要がありますので、その点もご注意ください。ところで、テクスチャーの取得に使った UXML アセットアトリビュートディスクリプションは、Unity2023.1 以降のみで使える新しいデータ型です。これはテクスチャーだけでなく、様々なアセットの参照を行うことができます。例えば、スクリプタブルオブジェクトを使うこともできます。 スクリプタブルオブジェクトは特定のクラスやゲームオブジェクトに紐付かない独立したデータを扱うためのコンテナフォーマットです。詳しくはマニュアルをご参照いただくとして最後にカードの構成データをスクリプタブルオブジェクトに書き換えたものを紹介します。今回はカードディフィニッションという名前のクラスからスクリプタブルオブジェクトを作ってみます。さあ、スクリプトの内容を見てみましょう。スクリプタブルオブジェクトを継承し えー、生成するためのアトリビュートを追加していますあとはパブリック変数としてキャラクターの名前とかまあ、説明文とかサムネイル画像が定義してあるという風なわけですまあ、それだけです生成方法はこのプラスボタンからカードのデータを選ぶだけです名前を変更しネーム、ディスクリプション、そしてサムネイルを入力すれば完成です ボーーーイとガールの2人の人データを用意しましまた合わせて編集したカードクラスはこちらになります変更点は UXML アセットアトリビュートディスクリプションで取得するデータ型やあとは取得した後の変数の代入周りをちょっと変えただけですこれでカードのデータを分離することができるようになりましたまずはカードを2枚ほど配置します そこに先ほど生成したボーイとガールのカードデータを割り当てるだけです。いかがでしょうか。今回のサンプルプロジェクトは GitHub で公開しています。概要文に URL を載せておきますので、参考にしていただければ幸いです。 はい、というわけで、えー、UI ツールキットについての話をお届けしましたいかがだったでしょうかランタイムの UI を作る上ではまだまだね標準ツールは Unity UI の方かなというふうには思うんですけれど、えー、UI ツールキットを使った方がですね簡単に作れる、まあ、生産性が上がるみたいなこともですね、えー、ちょこちょこあると思うので。 えー、お互いの長所を生かした使い分けというのをですねされてみてはいかがでしょうか今回の動画がためになったという方はですね是非いいそれではまた次の動画でお会いしましょうさようなら